お、すごいすごいすごい、草原の感じがすごいね、これね、表現されてる草むらの感じが。てかピカチュウこんなに隠れてたんだ。常盤の森でもこんなにピカチュウ出てこないから。めちゃくちゃでかい。そういうことか。ここはその巨大マックスとワイルドエリアを再現したエリアだったんですね。これもね、ソードシールドをやってればもう何倍も楽しく感じれますね。そうそうそう、ゲームの音楽が流れてるから、ソードシールドやったことある人はもう間違いなくここテンション上がりますね。指差して指差して指差して、うん、写真じゃない、あのサムネイルにするから。あ、見ちゃった。 OKOK、 おーおー、始まる始まる、おー始まる、今度は最初から見れそうですね。ピカチュウの頭からビームが飛んでますね、これ。すごいすごいすごい、もうクラブみたいになってるよ。すごいすごいすごい、いやもしクラブがこんな感じだったら俺最高に好きだけどねこういうクラブがあればいいな。これジムリーダーの音楽だね。ジムリーダーと戦って、これね、ジュラルドンがね巨大マックスする時ですね。頭の中では今ジュラルドンが巨大マックスしてます。お、なんだ、プレミアボールが光った。来たー。おお、すごいすごいすごい。これはマックスレイドバトルの音楽ですね。巨大マックスピカチュウとのマックスレイドバトルの音楽ですね。すごい。これで今ソーナンスがカウンターとかを透かして、なんかめちゃくちゃ腹立つ感じも思い出されますね。あとなんかルナトーンがね瞑想したりして全然攻撃しないっていう、もうまともなやつ炎乳頭しかいないみたいなね、思い出しますね。はい、すごい、ゲットしたの、お、ゲットしたのかな、これは。まあ、なんかゲットしたっていう感じがあんまりないのはちょっと残念だけどね。まあ、それ以外はすごい。で、またワイルドエリアの音楽が。やっぱ最後のエリアだけあってすごかったね、本当に。多分このステージ、ここステージになってるんですけど、多分夕方の5時にここに来ると
ここで多分ピカチュウとかピチュウがパフォーマンスしてイルミネーションの点灯式をやるっていう感じになってるんだと思います。このエリアがピカチュウの光の森ですね。あとは来た道をまたリフトに乗って帰ると。怖い怖い怖い。高所恐怖症違う。いいや。帰りもすごいね。サウンド。あ、帰り怖いわ。重たい怖い。ちょっと待って、結構帰り怖い。怖い。本当にね、なんでこれ怖いか分かった。これスキー場って下り乗らないんだよ。めっちゃくちゃ怖い。もう怖くない。もう怖くない。俺結構怖い。画面越しに見るとね怖くないね。ただ実際の世界を見るとね結構怖く感じますね。この体の震えが恐怖なのか寒さなのかちょっと分かんないんですけどね。めっちゃ寒いです。うん、やっぱりすごいな。寒すぎたんでね、自販機でコーンポタージュ買いました。めっちゃくちゃ寒いです。あったかい。あったかい、すごいあったかい。これ靴に入れたい。靴に入れたい。いや、あったかいね、本当に。マジでね、北海道から来たばっかりの僕らからしてもね、結構寒いですね。いや、北海道こういう格好するのありえないから。まあ、そうだね。死ぬぞ。チーズたっぷり。チーズたっぷり。すごい。いただきます。チーズ確認マン。はい。うまっ。めっちゃうまい。チーズがすごい。うん、いや、チーズの量がすごい。チーズの量すごい。うん、チーズ飲んでるみたい。うまっ。めっちゃうまい。めっちゃ美味しい。あ、チーズの匂いすごいしてくるわ。うん、おいしい。これが光の海ですね。すごいすごい。あのデッキみたいなところに入るとさらにこの海をね楽しむことができるみたいですね。うわ、アクアリウムだね。アクアリウムか、これが。一本ずつね、糸みたいな電飾がこう垂れてるっていう感じです。いいじゃん、かっこいいかっこいい。かっこいい。おー、すごいな。あ、めっちゃすごい。あ、目チカチカすんな、これ。これ偏頭痛だったらやばいね。ほんと今日偏頭痛じゃなくてよかった。ペンギンいた。これね、白鳥。これ白鳥でしょ、これ。なんか、あ、白鳥っぽい。首ね、白鳥っぽい。セイントセイヤのね、ゴッドクロスみたいになってる。これはキグナス氷河ですね。行きましょう。キリンリキ。かわいい。イノシシあった。光の迷路入り口。入り口のフォント雑だな。はい、入るっていう字が。あ、本当に迷路になってる。これがパディントン。パディントンのイルミネーションかな。で、パディントンのなんかジャングルジムみたいなやつで、向こうが最後の、向こうに見えるのが最後のエリアかな。じゃあちょっとあっち行ってみるか。てか、これが光の迷路だったんだ。こっちが光の迷路だった。これが立体砦。これがてか光の迷路がこれだったんだ。じゃあさっきの迷路のルミナスメイズってあれも光の迷路なんだけど、間違えてたね。カラクリ砦。これは有料のアトラクションみたいです。
この中が立体迷路になってると。そして最後のエリア、あ、やっぱりパディントンだ。でもすごいね。うん、この最後だね、これがね。ジェットコースターじゃん。さあ、トップスピードどうなる？おお、ちょっとスピード出てきた。ああ。お、2周目？2周目。平和なジェットコースターだな。確かにね、すごいけど、これだったらラッキーピエロの峠下総本店の方がすごいです。あれはね、本当日本三大イルミネーションなんで。というわけで、寒くなってきたので、そろそろ帰ろうかと思います。というわけでね、クリスマスにね、生まれて初めて相模湖イルミリオンだっけ？イルミリオン。イルミリオンに来てポケモンのイルミネーションを見終わったんですけども、うん、順番的にはポケモン先に見て、で降りてきてからあの普通のイルミネーションも見たんですけど、関東三大ってだけあって確かにすごかったんですけども、うん、やっぱりポケモン見ちゃった後にね見るとなんかちょっと、まあただのイルミネーションだった、ね、うん、ただのすごいイルミネーションって感じなんで、ポケモンの方がねテンション上がりましたね、うん、そう、ゲームの中みたいだったね。やっぱりね、自分たちがもうそもそもポケモン大好きっていうのもあるし、うん、そのイルミネーション自体にもね、うん、コンセプトとかテーマ、ストーリーがあって、音楽とか流れてて、そう、音楽とか流れてね、本当にポケモンの世界にね、うん、入ったみたいな、楽しかった体験ができますね。アクセスなんですけど、やっぱり待ち時間も結構長かったりして、うん、あの東京都心からのここに着くアトラクションに楽しむまでの時間でいうとやっぱり2時間ぐらいは見た方がいいかなと思いますね、うん、で電車の乗り継ぎとかも結構多いんで、うん、結構ねアクセスはめんどくさい方に入るかなと思います、うん、ただそれでもね見る価値はありますね。そうだな、うん、来てよかった、すごい楽しかった。で5時のポケモンの点灯式を見たいと思ったらやっぱり3時とか2時とかに出て早めに、あの入場するようにした方がいいかなと思います。ね、でね、まあ、この時期でねこの寒さ、12月の段階でこの寒さなんで、これから1月2月もっともっと寒くなっていくと思うので、やっぱり寒さ対策は絶対しっかりした方がいいなと思います、うん、特にね手袋絶対した方がいいです、うん、今日もねもう指が動かないぐらい寒いんで、うん、やっぱり待ち時間がとにかく寒いんで手足があまり冷えないようにして暖かい格好してくれば本当最高に楽しいところだと思います。というわけでね、ポケモントレーナーとしておそらく今日ここにいたお客さんの中で僕が一番ポケモン強かったと思うんですけど自信あるね。もし僕より強い人が今日いたよっていうことであればぜひコメント欄で僕に教えてください。というわけで以上、最強のお兄さんショウゴと最強の嫁ヒレでした。体温まった、好きな曲を選ぶの。体温まった、帰ろう。本当？というわけで今10時半ぐらいなんですけども、ちょっとね事件が、大事件が起こりましてね、なんとイルミネーションからの相模湖駅への最終バスが10時5分だったってことでね、太鼓の達人やったりトイレ行ってる間にとっくにバスが行ってしまってたと。で今相模湖駅へねウーバー呼ぼうとしたんですけど、ウーバーもその辺走ってなかったりタクシーも全然いなかったりで、とりあえず今日帰るためにはもう45分の道のりを歩くしかないっていうことで歩いてます。 3.5 キロぐらい、うん、山道をひたすら下ってます。お、空車だ、タクシーいた、奇跡だ、タクシーすいません、相模湖駅に行きたいんですけど、すいません、します。よかった。タクシーになった。よかった。あの人たちも乗っけて。そうそうそう。なんか走ってるみたい。ちょっとすみません。はい。え？後ろの人に声かけていいですか？多分。います？います、いました。多分乗りたがってる人います。多分乗りたがってる人います。走って二人なんですけど。はい。ちょっとすみません。これって5人乗りますか？あと2人来れたら乗れますかね？乗ります？
駅まで乗りますか？乗ります乗ります乗りたがってるみたいです。すいません。え、大丈夫？あと2人。すいません、ありがとうございます。よかった。私もなかなか捕まらなくて3食入れないから大丈夫。よかった。すごい優しい。すいません。まだいました？いません。もっともっといます、多分。たくさんいますけども乗れない。200人ぐらいいます。いやー、よかった。運転さん、この時間結構帰れなくなった人いるんですかね？あ、そこ結構歩いてますね。よかった、タクシー最高。帰ってこれたね、リュウ。うん、ようやく屋根の下に帰ってこれたね。うん、屋根があるとこに来れた。マジでリュウの顔の変わり具合をね、見てほしいです。じゃあ今 10時45分なんでね、どうにか終電までには帰れそうです。メリークリスマス。